はい、どうも、さとちゅんチャンネルです。今回は仏壇部屋から、はい、お届けさせていただいております。今回のね、話題は何かと言いますと、楽天光違約金0円で契約解除というところをね、テーマにお話ししていきたいと思います。はい、まあ、今回の動画ですね、これから楽天光を契約しようという方ね、もしくはですね、今契約されている方にとってもちょっとね、とても大事でですね、ひょっとしたら損する可能性を秘めた内容となっております。なので一度ですね、ちょっとまあ耳に挟んでいただいて、まあ、参考にしていただければね、何かとお役に立つかなという情報になっております。まあ、知ってる人は知ってるような内容なんだけどね。はい、このね前回のライブで楽天光を契約しましたというね、ことをやりました。はい、で、まあ、年内工事かな、みたいな感じのね、ことを言ってたんですが、まあ、あの後ですね、2、3日のうちに、工事日のスケジュールを連絡するという、お話だったわけですよ。ところがですね、まあ、手と暮らせと連絡来ない。これでもう1週間近く経ったんじゃなかったっけ？確かですね、その契約解除をするにしても8日以内じゃないと、なんか有料になるみたいな感じのことも言われてたんでね。うん、で、まあ、このあたりどうなってんのってことで、ちょっとま、店頭まで、確認に来ました。するとですね、この理由がすごくしょうもない。コロナの影響で遅れてますよということだったんですよ。まあ、いいんだけどね、それ仕方ないからいいんだけど、もう大人なんだからさ、電話一本するとかってできるじゃん。こっちはさ、ずっと待ってんのにさ、今かって電話口の前で待ってんのにさ、いつまでたって待てと暮らすと電話がかかってこないってことで、結局ね、もうそういうしょうもない理由で、まあ、この待たされていたというわけなんです。ただですね、この私も店頭に行ったのは訳があります。っていうのはですね、これもね、前回のライブでお話ししたかと思うんですけれども、304ZT ですね、モバイル Wi-Fi ルーターの 304ZT、まあ、iVideo で契約してたんですけども、当初はね、900GB の SIM で契約したのがちょっと遅くなったから、なんとかなんないのって来たのが 304ZT っていう Wi-Fi ルーターのセットだったんですよ。料金据え置きで、データのね、まあ一応通信制限もないみたいな感じの、超大容量ってやつね。多分制限あると思うんだけど、それをまあもらったんですよね。ところがですね、このルーターも通信できたりできなかったりね。早い時は早いんだよ。ところがね、もう遅い時は遅いし、挙句の果てにはね、インターネットなしっていう状態になったりしてですね。で、Wi-Fi ルーター再起動しても、またちょっとしたらまた繋がんなくなってさ。そういうことを繰り返してからさ、これもダメじゃんって話になったんだけど、そしたら SIM カードはそのままで、304ZT の空の本体持ってくるから、それ入れ替えて使ってみてよって言われてですね、やりました。これはね、契約後、2日目くらいの時かな。で、使ってみたんですよ。そしたら、どうなったか。はい。爆速。これまでのトラブルは何だったんよっていうぐらい爆速で、直近3日制限も多分ないと思います。繋がった直後はね、スマホとかタブレットとかパソコンのほら、アップデートとか、動画のアップロードとかが、ちょっとこう、停滞したんで、一気にまあ1日で10ギガぐらい使ったけど、ああ、全然何ともないというね、はい、いうような状態で、もう通信速度はもうバッチリと、いうことになりました。でですね、もちろんこれね、光には負けますよ。光には当然負けるんだけど、ただですね、10分の動画ね、僕は一応 YouTuber だから動画撮りますけども、10分の動画を作ったら大体10分ぐらいで上げてくれるわけですよ。304ZT はね。うん。で、なんだ？なんだろう、映像コンテンツも十分見れるし、例えばAmazon のプライムビデオとかね、まあ、もちろん YouTube とかバズビデオもそうだけど、それがもう何の問題もなくサクサク見れる。そして、Google のストリートビューね、こうほら、Google マップと連動してるこう見れるやつだね。あれももう本当ね、サクサク動くわけですよ。ってなった時にさ、もうこれでいいじゃんっていう話なんですよね。まあ光が速いのはわかるけど、その速さを活かせるメリットってのがちょっと今、うちの体制には、ないわけですよね。別に 4K 映画も見れるわけですしね。ってなった時にさ、光いらないよねっていう。だって光って固定されちゃうしさ、で、縛りがあるわけです。この後縛りね。うん。
で、1年間は無料で使えますが、これ同時にですね、僕が楽天モバイルアンリミット5をね、契約してますが、こいつはね、来年4月で無料期間終わりなんですよ。で、この後、ドコモの、なんとかにこう切り替えようかなと思ってもさ、こう、ちょっとこれ、楽天の光が有料になったらちょっと損しちゃうからさ、いや、それはちょっと良くないねってことで、やっぱり結局ね、楽天のスマホに縛りが出ちゃうっていうことになるわけですよ。こう自由度がこう効かないっていうね、ことになっちゃうんで、うん。だったらいいか。ということで、僕がですね、店頭に行ったのは、もう、まあ、この、今期、せっかくちょっともう遅れちゃったんでね、まあ、遅れなくてもそのまま滞りなく工事がスタートしたらもう契約しようと思ったんだけど、まあ、せっかくの機会なんで、とりあえず、まあ、人柱的にも含めて、解約してみよう。で、その時に違約金がどんだけ取られるかなっていうところを、まあちょっとこう、体を張って、やってみたわけなんです。うん。で、まあこのね、皆さんが気になる。違約金ってどうなるのっていうところなんですけれども、違約金がかかるのは、まあ逆に言うとですね、まあ、条件があるわけです。違約金にかかる対象の人がいます。はい。これはですね、まあこう3年縛りがあって、その翌月の1ヶ月間だけに、解約した人。この人は違約金かかんないんですよ。でもまたその次になったらまた違約金額が3年縛りになっちゃうっていう契約なんですけども、ここも気をつけて、俺ね、これ調べたら落とし穴があった。ここにも。これはですね、まず注意点は一つね。まあ、今12月ですね。今12月。12月に契約したから36ヶ月後は、2025年の11月、その翌月ね、3年後の12月が解約月かなと思いきや違うんだブッブー違います。はい、実はですね、初月が無料なんですよ。楽天光って嬉しいことに、どんな契約でも初月無料なんです。そしてこの初月、これね、カウントされないんですよ。例えば12月1日から含めたら12月31日、末月までの部分は、まだ1ヶ月とカウントされずに、翌月からカウントされます。はい。で、その翌月なので、まあ、今12月だから、1ヶ月後の36ヶ月後の翌月なので、2026年の1月になるってこと？うん、ということだね。ということになります。そのあたりもちょっと一つ間違えてほしくないんですが、もう一つね、恐ろしい落とし穴があります。それはですね、楽天光を契約解除するためには、その月の10日までに連絡してくださいよって。それ以降は翌月になっちゃうよっていう落とし穴があります。気をつけて。1ヶ月あるからさ、ちょっと月末ぐらいに連絡しようかなと思ったらもうできないんですよ。ちょっとどう思う？その月の解約は、その、月の10日までしか受け付けてくれないんですよ。だから1ヶ月じゃないの。たった10日。はい。で、たった10日でもう一つ落とし穴があります。この10日の間に電話が集中するわけですよ。でね、今回僕が店頭に行って、まあ、契約をするんだけど、まあ、契約するときに、なんかその、店頭の窓口から電話してるんですよね。楽天に。この電話がもうすでに伝わらないんですよ。業者がかけてるのに。解約する電話が伝わらない。うん。業者がかけても、この期間に業者がかけても、繋がらないってことは、この、たった10日はもっと集中するでしょ？で、僕みたいなフリーランスだったらまだいいよ。なんかこう、ね、なんかこう、スピーカーに、モードにしといてさ、電話ポンとほったらかしてさ、一日なんかパソコンでもしながらさ、電話かけっぱでこうやって繋がるの待ってるってできるけど、これはさ、普通に仕事持ってる人だったら無理でしょ。朝早く出勤して夜遅くに帰ってきてさ、そこから楽天に10日間の間に電話する？じゃあもう土日祝日しかこう解約できないよねってなったら、もっと混むわけですよ。はい。この10日間の間に解約することができないっていう、こういう落とし穴があります。気をつけて。はい。ちょっとアンチョコ作ってるんで、これ読みながらいきますね。はい。そうそう。なのでですね、本当このあたりがですね、まあ、ジレンマというところがあるんですけども、中にはですね、ID とかパスワードとか忘れちゃってさ、あれ
私の楽天光の契約って どうやってどこが僕のアカウントなんだろうって、もうそこがね分かんないとさ、楽天側も使用対応なんですよそれだと、それ普通さ切れるでしょ、こんな危機迫ってる10日しかないのにさ、短い期間、しかもこうね、貴重な休みの時間に電話かけてさ、なこと言われるとさ、普通切れるよ普通切れる、まあ、これにね耐えなきゃいけないというものがあります。まあそこでね、まあ、仏のように無心でいられればいいですけどね、その時にね、うん、はい、ですね、でですね、あと何だったっけ、はい、あ、そうそう、そもそも論でいきましょうか。そもそも1年無料ね、1年無料ってことでみんな楽天にわーっていくと思ってるんだけど、実はですね、このメリットが実はそんなにいいなってことに僕気がつきました。この月額4800円なんで、まあ、12ヶ月だから、これ金額すると57600円なんですよ。よくさ、なんか光回線のキャッシュバックキャンペーンとか言ってさ、やると、なんかこう4万いくらとかでキャッシュバックがあるところ、やると思うんですよ。はい。それと比べるとね、まあこの割引率の方が高いわけですよね。キャッシュバック後からもらわなきゃいけないっていう手間がかかるけど、ちょっとそれよりはいいんですけど、ただですね、楽天も、あの工事費月額330円ね、これあの条件によって違うんだけど、あの僕のような新規の場合は19800円かかります。はい、新規はね、戸建てで19800円、マンションタイプで16500円、他社のプロバイターからやってきた人は戸建てもマンションも8360円、フレッツ光から楽天へと移動、同じフレッツ光から楽天のプロバイダーに移動した方は2200円、まあ、まずこの工事費がかかります。あとですね、Wi-Fi ルーターついてないんですよ。Wi-Fi ルーターは自分で買って設定しなきゃいけないということになっとるので、なんかこう通信業者によっては Wi-Fi ルータープレゼントしてくれる業者とか結構あるんですけども、それはないということを考えたら、この1年無料っていうのはね、そんなに特別安くはないというね、結果そんな変わんないよというものに、なっております。なので、はい、そんな急いで飛びつく必要は私はないかなと思いましたね。はい。ね、まあ、てな感じでですね、新規結構上がるね、Wi-Fi を買ってくると。はい。でですね、この違約金を0円になるための条件っていうのは、今ね、普通に契約した人のお話になりますね。僕はですね、最近契約したわけです。12月に入ってね。だから、この契約した初月に、いきなり解約したわけですね。はい。でも、違約金がかかりませんでした。はい。でもね、初月に契約する人も違約金がかかる場合があります。しかも、莫大な金額取られます。はい。その条件とは、工事の前だったからなんですね。工事日じゃなかったということ。まあ、工事しちゃうと、工事費、初期登録費、月額利用料、オプション費用などが、がっぽり取れます。だから、僕もちょっとざっと計算したんですけども、おおむねね、おおよそ3万5千円ぐらい、浮きすぐも契約して解除したらね、3万5千円取られちゃうというものになります。ご注意ください。はい。まあ、そうしたら多分契約せざるを得ないよね。ところがですね、僕の場合は、まあ、店舗で契約して、工事日程とか決まってない段階で、だったんでかかりませんでした。まあ、通常だとですね、契約後に送られる、ご契約内容のお知らせが到着した日から8日以内であれば、契約解除、制度の対象となって、違約金がかからないというふうになってますんで、僕よりももうちょっと遅くても、まあ、セーフになる人はセーフになると、いいものになってます。だから、そのね、工事日が決定してですね、そのさっき言った、ご契約内容のお知らせ。はい。これが到着して8日以内に連絡すれば OK です。ただ、つながるかどうかはわかりません。楽天のことだから多分、まあ、落とし穴があるかと思いますので、ご注意していただければと思います。はい。まあね、まあ私はですね、とりあえず、このモバイル Wi-Fi ルーター 304ZT があれば、まあ、十分ね、もう今では骨心楽器が整うので、今のところ、まあ光いらないなっていうことになりました。まあただね、このあたりも、まあなぜモバイルものですからね、また通信速度制限なんかがかかったときは、ちょっとまた考えなきゃいけないかなと思いますけどもね。はい。てなわけで今回は、なんだったっけ？楽天光
契約金0円で契約解除したお話でした。